い、本日はですね、ワークマンの新作のアイテムをね、見ていきたいなというふうに思います。ということでですね、今回ワークマンさんの方からですね、ちょっとご招待いただきまして、タクトさん、新作のアイテムと展示会するんで、来てもらえませんかって言っていただいてですね、よし、行きたいなと思いますが、日にちいつですかなんて言ってね、行こうと思ったらね、僕その日予定入ってたんですよ。うわー、やっちゃったと思ってね、東京にいてるね、僕の視聴者さん、以前なんか結婚祝いで飯食べに行った、寿司行った視聴者さんにね、ちょっとすんませんと、僕の代わりにスタッフとして潜入してくれませんかって言うと、あ、いいですよって言ってね、言っていただいて、なんやったら動画も編集していただきましたんで、それをね、見ていこうかなと思います。だからね、僕はね、実際には行ってないんですけど、さっきちらっと動画見たら、メンズのファッションはもちろんそうやけども、レディースのファッション、そしてお子さんのファッション、これ見るだけでファミリーの服が揃うじゃないかと、素晴らしい展示会されてるんですねなんていうことは言ってるんですけどもね、それ以外にもキャンプ用品とかもされてるっていうことも言ってはったんで、あ、そんな動画をね、見ていこうじゃないかというふうには思ってるんですが、僕その時じゃあ何してたんかというとですね、僕はちょっとジーンズソムリエという試験があったんですよ。でその試験をちょっと受けに行ってたんで、ちょっと行けなかったんですけども、またね、合格したりしたらその都度お伝えしたいなと思います。ちなみに去年は落ちておりますけどもね、今年は受かりたいななんていうふうに思ってるんですが、そんな関係ない話は一回置いといて、ワークマンさんのね、展示会を見ていきたいなと思います。では一緒に見ていきましょう。はい、まあこんな感じでね、まずはワークマン女子から見ていきましょう。こんな感じでバーっといっぱいありますと。でこうやってボディにも着させられてね、キャップなんかもあったりとか、でさっき値段もちらっと映してくれてるんだけども、ニットもね、708円であったりとかって、こういうだん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 進んでいきますよ。ダウンジャケットも出てきますわ。中綿の防水ジャケットとか出てきてるけどもね、こんなんが女子にはありますと。これ全部回ったらとんでもない。でコーディネートをシーン別にやってくれてる。キャンプの時とかだったらキャンプこんなんできますよね。で釣りの時とかだったらこんなん釣りできますよね。でこれ街中でこんなんできます。ライダーか、バイクの時だったらこんな格好で、おかっこええやないかいこれってことでね、やってるんですけども、重ね着紙、そうです。あ、ゴルフウェアも始めたということでね、おいおいおい止まらんやないかい。でワークマンの靴ですね。次はこれ、なんか見たことある形ありましたね、ちょっとね。これランニングシューズなんかな、ランニングシューズがあったりとか、これちょっと見たことある形じゃないですか、2900円。これもヌーから始まるヌプなんとかっていうね、ヌプシブーツみたいな感じに似てましたけども、そういったことがあって、で次はスーツもやってると。ソロテックスっていうね、これも機能的な素材なんですけども、それを採用した、スーツもやってて、早いな、キャンプキャンプキャンプで、キャンプがこうソロキャンプとかをメインでやってたりとかするらしいので、比較的値段が安く揃えられるということで、こういうシュラフとかがね、あと台とか安いな、だいたいテントって相場数万円はするんですけどもね、1万円以下で買える感じですね。こうやってキャンプ用品があると。僕揃えてるやつとかもね、ほんまにもうめっちゃ高いんですよ。だからキャンプってなかなか手出しづらいなと思うんだけども、まあ値段を安くやってはるんやなと思います。でペグとかも売ってるけどね、おーすごいペグだね、おいおい。で寝袋か、寝袋もありましたけども、僕この間買った南賀さんで買ったのが1個で5万とかしてたんで、それ考えると5分の1ぐらいの値段でね、売ってたりするということですが、本格的なキャンプする人でも向いてる。あ、加速用も出てんねんな、結構わりかし大きいやつ出てますね。なるほどなるほど、そんな感じでね、安いな、これ6000円、安いな。でまあ焚き火台もあるしということで、焚き火台なんかはね、ほとんど多分一流メーカーと素材は変わらへんと思います。だからもうあとはブランド量とかになってくるかなと思うので、素材って言うたってそのステンレスとかテスってもう同じなんでね、シルバーのアクセサリーもそうだけど、そんな変わりないんでね、まああとはロゴが入ってるかどうかぐらいになってくるけど、おいおいバイク関係ないやないかい、もう今カブ映ってたけどカブ関係ないやないかい、これまた映ってるやないかい、これクロスカブですね、今 110cc のね、前嫁像が買おうと思うんだけども、高速乗られへんって分かったからもうカブやめましたけどもね、そんなこと言ってる。キャンプ結構キャンプボリューミーやなこれ、キャンプが長いな。ターボもあるしね、こんなターボも安く売ってるよと、1万以内であるよと。で開発中のキャンプ用品、また開発してないんかってことなんですけども、これから製品化に向かうであろう、TC 素材の新しいテントが多いんかな、テント系が多いですよね。僕の視聴者さんアウトドアする方多いんで、これはちょっと一つ面白い。どこで売ってるんか知らんけど、あ、出ました、ワークマンウェア来ました。焚き火ジャケットと一緒やん、これなんかの穴開きづらいやつね、はいはいはい、あ、オーバーサイズのやつとかね、なるほどなるほど。あ、レディースもサロペットとか、あるんですね、キャンプ系ですね。でこれも難燃素材で燃えにくいっていうのがあったりするんやけども、コットンキャンパーシリーズ、コットンのやつね、なるほど。ポケットとかいっぱいあるから必ず、あ、出ました、このダウンジャケット、これ去年も出たマウンテンダウンにそっくりなやつや。確かね、これカラーが増えてるんですよ。あ、やっぱ増えてるな、増えてる増えてる、なるほどなるほど。あら、メンズ一瞬やったな。
はい、ということでね、皆さん見ていただいたと思いますが、そんな感じでね、ちょっと僕的に気になるのをね、見ていきましょう。まずはね、結構幅広くなってるので、こうバイクでね、乗る用のライディングジャケットとしても出てきてて、これは中綿が入ってるタイプなんやけども、そんなが出てきたりとか、あとはね、こうゴルフウェアなんかも出てきてて、ゴルフウェアとかは僕ゴルフやらんからまあわからんねんけども、そんなんがあったりとか、あとね、このブーツなんか見たことありません？なんかこのブーツどっかで見たことありますよね、絶対ね、皆さんね。でそれ以外にもね、このブーツもどっかで見たことありません？まあ、ただもちろん生地とか、あと綿とかはね、あのブランドとは違うと思うんですよ。他のブランドとはちょっと違う、まあ低価格というかコストを抑えてるとは思うんですけども、こういったブーツで、これあれなんですね、5度以下になったら勝手に柄が浮き出てくるんですね。その機能はっきり言ってあんまりいらん。あの別に柄は出てこんでもいい。どっちかって言ったら5度以下になったりしたらより保温性が高まるとか言ったらね、嬉しい機能やけど、5度以下になった瞬間これ柄出てくんねーって言っても、お前さ嬉しいって言われるじゃないですか。だからね、まあ、そこはちょっと人によって好みあるかもしれんけど、僕は別にそんなに5度以下の柄は特に嬉しくはないです。だけど、まあ、一つね、面白い取り組みですよね。そしてね、それ以外にやったらスーツね。でスーツにソロテックス使ってきたっていうのが、あーらしいなとかって思うんですけどね。あのソロテックスって何かっていうと、そう、形が戻りやすいんですよ。変形しづらいというか、普通って服とかもそうやねんけど、こうバッてこれ引っ張られたらこの形で残るじゃないですか。やけどソロテックスとかの生地ってそれが元に戻りやすいので、スーツとかは特に型崩れとかがやっぱ気になるじゃないですか。やけどこうソロテックスを入れることによって型崩れしにくいという特性があったりするんですけど、そういうシーン別にね考えられて多分作ってはいてると思うんですけど、普通まあジャケットとかスーツってウールがメインやと思うんですけど、このソロテックス使うことでおそらくポリになってるはずなんですけど、ポリエステルになってると思うんで、まあ取り扱いも楽になってるんじゃないかなとは思います。そしてまあキャンプ用品はちょっと一旦置いといて、アウターですよね。僕個人的に気になるのがね、このフラメテックっていう、なんかゴアテックスみたいな感じのロゴをついてるやつね。防角加工って書いてるな。まあ難燃素材ではないねんなってことはね、まあ、キャンプとかの焚き火のあのキノコがねついても穴開きにくいですよっていうのを、どういう加工をしてるんかがちょっとわからへんねんけども、これまた新しく開発した生地ちゃいますかね。フラメテックって僕聞いたことないから、ワークマンとどっかが共同開発で多分作った生地だと思うんですけど、そんなんがあったりだとか、あと同様にフリースですね。フリースも穴開きしづらい、その同じフラメテックっていうかな、フレームテックっていうかな、分からんけど、それを使ったフリースが作られてたりしてるので、これは特にキャンプとかされる方って、今までフリースってね穴開いてたんですよ。だからあんまフリース着られへんかったんやけども、そういうのを考慮してるっていうことがあったり、ちょっと次のこのジャケットはね、どういうジャケットか分からへんけど、おそらく中綿は入ってそうですよね。まあ中綿入ってるけど、そこまで分厚い中綿じゃなさそうやから、まあまあこれは別にそんなに対して目を引く感じじゃないけども、で次のこのジャケットもね、あのまあモデルさんかっこいいからね、どうしてもこうかっこよく見えるけども、まあ普通に着ちゃうとなんかこう作業着っぽく見えるんかなっていう、まあもともとワークマン作業着やからね、あれなんですけど、これもあれですね、同じくキノコで穴が開きづらい素材が使われてたりしておりますが、まあ、相変わらずこれは推したい素材なんでしょうね。でそれで一番最後にやっぱ気になるのが出てましたけども、何かと申しますとですね、あの去年人気やったね、あのダウンジャケット、このイージスフュージョンダウンってやつ、これねとうとう新色出てきましたね。これちょっと色味見ていきましょうか。まずイエローは去年もあったし、カーキみたいなのも去年あったかな。でブラックでベージュがあるな、明るめのベージュで濃いめのベージュでブルー、薄いブルーと、あとインディゴみたいなネイビーがあるという感じで、これパンツもね出てきたみたいなんで、これほんまにねめちゃくちゃ去年売れとったから、今年も多分売れると思うんで、欲しい方はね早めに行った方がいいとは思うんですけども、これが出てきておりましたということがね、まあ、ちょっと僕が気になるやつをパッパッパッと紹介してみたんですけど、もちろんねどのブランドもそうなんだけど、値段相応のものもあるんですよ。でそれがね、俺これ値段この値段でよう作ったなってやつもあるんやけど、それがまあフュージョンイージスダウンかな、イージスフュージョンな、それはまあすごいこの5900円で横なんで作ったなと思うけども、それ以外のももちろんあるじゃないですか。まあね、妥当やなっていうやつもあったりするんですけどね、ちょっとまたその辺はね実物見てみないとわからないんで、映像ではねこういう新色とか出てきたりとか、いろんなゴルフウェアとかバイクとか出てきたんですけどもね、まあ、また気になるのがあれはね言っていただいたら、あの購入してねレビュー比較とかしていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。でワークマンさんもね今回はあのご協力させていただいてありがとうございましたということで、本日ですねワークマン2022年の新作を見てみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。